KREVA とヒラノ仕様の交流、新曲提供と深まる絆、インサイト満載、KREVA とヒラノ仕様の交流が話題となっています。ヒラノ仕様が KREVA の楽曲を履いている姿が SNS に投稿され、ファンたちは新曲提供の可能性に期待を寄せました。しかし、一方でフォロー解除の一件からは関係の圧力が取り沙汰されました。この記事では、 その経緯や両者の交流について、ファンの反応を交えながら詳しく掘り下げてみましょう。セクション1、KREVA と平野史陽の交流の歴史。平野史陽は KREVA の楽曲を母親から教わり、その音楽に強い憧れを抱いていました。初めて M ステに出演した際、母親から教わった楽曲を披露し、その思い出を語っています。中学生の頃に出会った KREVA の楽曲は、 衝撃と夢を与え、ヒラの耀の心に深い影響を与えました。セクション2、新曲提供への期待とフォロー解除の謎、ヒラの耀は、KREVA の楽曲提供に強い希望を寄せており、それが実現する過程を公に語っています。アルバム制作中、ヒラの耀のダメ元のオファーから生まれた楽曲が誕生し、ファンの期待も高まりました。しかし、 一方で KREVA が平野潮をフォロー解除したことが明らかになり、関係の複雑な状況が浮上しました。この出来事に対するファンの反応や考察も含めて掘り下げます。セクション3、対面とレコーディング、交流の進化、KREVA と平野潮は、レコーディングや対面での交流を通じて、お互いに深い尊敬と信頼を築いてきました。 KREVA の楽曲提供に対する平野仕様の思いや、レコーディング現場でのエピソードを振り返りながら、交流の進化に迫ります。セクション4、ファンの期待と反応、ファンは KREVA と平野仕様の交流に対して、熱烈な期待と関心を寄せています。SNS 上では、新曲提供の可能性についての議論や、フォロー解除に対する憶測が広がっています。また、 両者の交流を通じて感じるファンの喜びや感動についても紹介します。セクション5、結論、音楽の力と熱い絆、KREVA と平野紫耀の交流は、音楽の力が織りなす素晴らしいストーリーとして広がっています。新曲提供の可能性やフォロー解除の真相に関わらず、両者の絆は深まり続けていることが伺えます。これからも彼らの交流から生まれる楽曲や瞬間に期待が高まります。 KREVA と平野紫様の交流は音楽ファンにとっての感動的なエピソードとして広がっています。新曲提供の舞台裏やファンの反応を通じてその魅力と深さを改めて紐解いてみました。両者のこれからの活動にも注目が集まることでしょう。